赤壁玉壁玉は微細な石への結晶が集まってできた鉱物であり、宝石の一種。また、ブルーサファイアのことを和妙で壁玉ということもある。酸化鉄や水酸化鉄などの不純物が混入しているため不透明であり、不純物の違いによって、黄色、緑色、黄色、褐色など様々な色や模様のものがある。壁玉は玉髄や無能と同じ種類であるが、 それらより不純物を多く含んでいるとされる。不純物を含んだ石英は種類が多く、それゆえに様々な呼び方がある。3月の誕生石になっているブラッドストーンも壁玉の一つである。日本では新潟県佐渡地方の赤玉、島根県松江市玉作りの玉作り石、青森県津軽地方の西木石が壁玉に該当する。なお、 産出地ではなく埋蔵地であるが、ギアナ高地には表面に現れている川床のすべてが壁玉で形成されている地形が存在する。ただし、それらは領有する諸国の国立公園に属し、ユネスコ世界遺産指定地域でもあるため、宝石としての採取や積極的な観光利用などといった産業的利用は許されていない。価格組成は塩に、モースコードは7。 比重は2.65。古代においては、世界中で装飾品などに用いられた。東アジアでは、マガタマやクラタマなどとしての利用がそれであり、他にも、印ン指輪、かんざし、郊外、花瓶、庭石などに使用される。注釈出典。ありがとうございます。